やリンシュバルツ。目立つね。君と同じくこの館の客人だからな。ちょうどの趣味は悪くないし、酒や料理もさすがに極上。うん、楽しめるものは楽しむ主義でね。そっか。ま、一杯付き合いたまえ。少し話をしようじゃないか。世間を騒がす大怪盗と差しで話せる機会などめったにあることではあるな。おお、出たね。皇族でありながらあそこまでシャレのわかる人間はそうそういるものではないだろう。そらな、おかしいもん、あれ頭。そして美に対するこだわりと愛についての決定的な僧侶、うん、私を刺激してやまない人物の一人だよ。あれ面白かったな、あの時の会話。あ、聞いたんだ、リベールの異変。あの壮麗な空中都市は君にも見せてやりたかった。これまでの常識が一変するのは間違いなかっただろうからね。いや、そりゃ聞き入るよ、内容が内容だから。というように怪盗は物を盗むだけではないのだよ。君の時間、そして興味を盗ませてもらった次第だ。うざ。もしかすると心も感じ。うざ。開演校あたりはできれば味方に引き入れたいと思っているのだろう。王子はかの鉄血宰相を日頃から警戒していたと聞く。うん。だが内戦が始まって以来王子の行方は用として知れない。赤き翼と共にいるのはまず間違いないとは思う。そらな、だいたいオリビエもさ、貴族派のことあんまり心よく思ってなかったみたいだし。だが帝国の大貴族とは元来そういうものだろう。かの獅子戦役とて各地の大貴族が継承者候補を乱立させて始まった内乱だ。後から挙兵し平定したドライケルステイはその限りではなかったようだが、うん。その意味では王子もかの獅子神皇帝を気取ろうとしているのかな。一理あるかもね。そのうちの一つが士官学院に新たな風を巻き起こすことだった。正直ためらいはしたのだが、それでも我々は君たちにかけてみた。帝国が抱えるさまざまな壁を乗り越える光となり得ること。ドライケルステイがどんな人だったかはちょっと分かんないけど、うん、あくまで一理だよね。なそれは長所。いつまにか亀かぶってる。君がどの道を選ぶか知らないが、味方となるなら歓迎しよう。灰の乗り手としての君ももちろん興味深いが、何よりもその鬼の力、傍らで見るのも悪くなさそう。こいつに観察されるの嫌ですね。さーて次はどこ行こうか。窓際に立ってるこいつ気になるな。はい、入れた。ディバリーか。てかお前クロスベルにいるんじゃねえの。さすがにクロスベルトの色は
結構大変ですわね。そういうことか。行き来してたんだ。いえ、これもマスターのため。うん。なんですのあなた。って灰の鬼神の乗り手。うん、まさか気配を絶ってこの部屋に忍び込むとは。いや、そんなことした覚えは。アルゼイドの娘といい、未熟者のくせに生意気ですわ。いや、あ、着替えるんだ。それで一体何の用ですの。おとなしくこちらの軍門に下るという話ですか。いいえ。ええ、それはもちろん第二中。クロチルダ様の思惑はともかく、私には義理もありませんし、あくまで計画に必要と言われたので協力しているだけですわ。幻影計画か。ええ、同じ使徒ではありますが、第七中になりますわね。私たち敵対の主にして、偉大なる導きで、麗しくも凛々しく、誇り高くも慈悲深きお方。うん。武の頂点を極めし、超絶素晴らしい方ですわ。すいません、特務支援官に膝をつかれましたけど。いや、確かにさ、そういうのは感じた。それは感じた。まあコメントなんでちょっといろいろ言われましたね。アリアンロードの悪口許さんみたいな。対等な会話できたわけじゃないから、結局嫌いなままなんだよね。今ジバリーが語ったこと、内容自体はね、全然感じ取れてはいるんだけど。ええ、そうですけど、あなた程度の剣士など100人束になっても足元にも及びませんわよ。いいえ、1000人、ううん、1万人でも無理ですわね。槍の聖女かぶるよね。考え込んでますわね。ちなみにマスターのあだ名を改めて教えて差し上げましょう。鋼の聖女。鋼の聖女、そんな風に称えられていらっしゃいますわ。さあ、このくらいでいいでしょう。あなたが軍門に下らぬ限り、私たちは敵同士、これ以上は慣れ合うべきではありませんわ。いや、でもいい感じに会話はしてくれたね。答えにくいことを。闇がないからでしょ、そんなの。執行者とは結社の長である名士様が見出した者たち、何らかの闇を抱えた者しかナンバーが与えられないとか。別に私が部で彼らに劣るわけじゃありませんからね。レイビから一本取ったんでしょ、十分すぎない。何をしれっと歯の浮くようなことを。ごめん、リーンがごめん。とっとと出て行きやがれですわ。追い出された。あれがリアンロードなんだけど、なや、お客人か。え、入ってくるがいい。西風か。やっぱりボンか。まあ座るがいい、バーボン。
というわけにはいかないか。いや、両兵って大体こんな軽いよ。ここが戦場なら別に容赦をせえへんけど、殺し合った次の日に相手と酒場で出くわす。知らねえよ、知らねえよ。ここを戦場にしたいのならばこちらも応じるまでだが。なんや、弱気やん。フィーも勝っとるみたいやし、謙遜しなくてもいいんやで。あの鬼神とやらを使えば十分勝負にはなるだろう。それでも負けるつもりはない。そうだよね、お前らガリレア要塞で挑もうとしたもんね、鬼神に。ふざけたこと考えてやがったな、あの時。なるほどな。しかしエリート揃いの学校で学年72位とは、フィーも頑張ったもんやで。結構話したね。しかも周りより年下の身でだからな。団長もおっしゃっていた通り、やればできるこというわけだ。ああ、ほんまにな。演芸部なんかにも入って少しはおしとやかにも。ティ、そっちの方はあんま変わってへんかったが。親バカかな。まあこれからだろう。親バカかな。なんや、そのあたりもフィーから聞いてたんか。うん。むむ、思ってる以上に懐かれてるみたいやな。え？まさかとは思うが。え？手を出すような話していない。おい、なんだこれ。そうだね、そういう疑問に行き着くね。まあいろいろあってな、悪いがそれについてはボンに言うわけにはいかんわ。いずれフィー自身にはきちんと話すことになるだろう。そっとしておいてくれ。あー、これ結構な事情絡んでそうやね。言ったね。いい短歌や。覚えておこう。ところで本当に手を出してはいないな。そこのところどうなんや。あ、バカじゃないのこいつら。そうだね、フィーの話だけだったね。おう、あっちは誰がいるん？なんかこっち側も行ってみようか、逆に。バルカン、いやもうクロウでいいじゃん。またとない機会やな。あー、結構減ってったんかな。あれか、もう最初殺したから解散したのか。
あんなことしでかして元の生活戻れんのかな、そいつら。なんかもうあの時の陶器お前どこ行った。まあな。この分だと隣にいるのスカーレットかな。何を？てかもうこいつ死ぬ気じゃん完全に。ね、あの時の陶器どこ行ったんでしょうね。そういや、前話した時、あれ、鉱山で、ダンが全滅した時、もう、やる気がなかったみたいだもんね。で、解放先生に誘われて、一気に火がついたっていう。で、最初が死んだから、元の状態に戻っちゃったわけだ。でこっちは多分スカーレットだよな。やっぱり。こいつはもう風星症だもんな。それが一番いいんだけどね、本当は。言ってましたね、そんなこと。うん。しかもおまけにさ、風星症じゃん、こいつ、おそらく。メリットがないんですよ、あんまり。いや、あるっちゃあるけど、釣り合ってなくてね、全然。
こいつの話詳しく聞きたかったな。あ、踏み込む？よく観察してますね。てかよくちゃんと疑問に持って質問を投げかけるね。そっか、リン知らないのか。さ、いろんな部署があることを。じゃあ、やっぱ知らないみたいだね。ならなかったらならなかったで、それも素敵。こいつも死のうとしてますね。教会に戻る気はないんだ。戻れないだろうけど。それな。普通に死のうとしてるね、この二人は。面白くね。こっちはリンがいた部屋よね。あ、違うか。逆だ。これがクローの部屋だ。ここは？ああ、外か。出られませんね、完全に。こっち行こっか。こっち行こっか。ん？誰もいない？お前か。出よっか、リン。用はねえわ、あんまり。貴賓区画の一室と認識。はい。意識断絶より9時間経過。はい。結構寝たね。早めのランチって言ってたし、今11時ぐらいだよな。リンシュバルツァ。結構遅い時間に寝たね。どうしてここに？記憶が改ざんされていなければ。ここは私に割り当てられた部屋のはずですが。いや別に用はないんだけど。つまり侵入者ですね。え？いや違うけど。クラウソラス。は？は？は？はあ、お前ちょっとふざけんなこいつ。問答無用です。おいおい、ふざけんなこいつ。それではプラチナ目的で部屋に入ったわけではないと。誰がお前にプラチナ思いで。では偶然魔が差して行為に及ぼうとしたと。誰がするか。冗談です。私に害意があって近づけばクラウソラスが迎撃していたでしょうから。おい
ますますイラッとするなこいつ。うん、それは構いませんが、私に話があったわけでもなさそうですね。ないよ、別に聞きたいことはいろいろあるけど。これは確かに一番の疑問点。一つ目の問いについてはそう命じられたからです。面白くねえな。クラウソラスについては機密事項に当たるためお答えできかねます。はい。そして最後の問いは定義が曖昧すぎるかと。もう帰ろうリン、もう帰ろう。話にならないや。甘いね君も。甘いっていうか、これはリーの優しさなんだろうな。黒の工房。え？私が本来所属する場所です。現在はそこから貴族連合に貸与された身分になります。え？あなたが貴族連合に加わらない限り開示可能な情報はそこまでです。なんで撫でるかね。あなたに意味のある名前とは思えませんが。ところでこの行為に何らかの不埒な意味は。お前好きだねそれ。ないから。撫でたシーンは分からんけどね。黒の工房か。工房って聞いてやっぱりピンとくるのは多分俺だけじゃなかったはず。13工房、ブルブランが前言ってたじゃん。結社とは全く関係がないわけじゃないって。完全に13工房のことだね。そこから貸与された身分か。じゃあ多分結社の命令でってことでいいよねきっと。で最後は多分なんとなく想像ついたわ。もうマクバンだろ。ほら似合わねえ。部屋と全然マッチしてない。灰の小僧か。そういや同じ場所に泊まってたんだったな。でなんだよ、お前が貴族連合に入ろうが俺には何の関係もねえぞ。でも気になる話あるよね。ひょっとしてお前これこれこれ混じってやがるな。なんか知ってる。ったくめんどくせえな。でなんだ。俺に聞きたいことって。話聞いてくれるんだね。ああ、あれか。でもな、混じるってのはあくまで感覚的なもんだ。はい。俺とお前じゃ中身も強度も違うだろうし、言葉で説明できるもんじゃねえんだけどな。容量得ないな。マクバーも言葉にしにくいってこと。ったく。ん？おい。種も仕掛けも駆動も栄称もしてねえぞ。え？
アーティファクトに頼ってるわけでもねえ。え、じゃどうやって。ただ俺は念じれば炎を出せるそれだけだ。異能ってやつ。あ、同じこと言ってる。ま、そうだな。一切の原因もプロセスもなしに結果だけを引き出す能力、お前も持ってるんだろ。それがこれ。ああ、ま、そういうことだ。それができるやつは大抵混じっているもんだ。ああ、教会の聖魂とも違う異質の何かが肉体そのものに。お前はごく一部みたいだが。あ、もしかしてあれか。そうだよね、胸のあざ。なるほど、そこか。今の話まとめると、外的要因で体の中に入ってきたってことか、変な力が。で、マクバーンもそれで、リーンもそれ。結界師でいうあの後天性のあやかし混じりってこと？うん、多分それだと思う。ま、それがなんでいつどこで混じったのかは俺の知ったこっちゃない。これ以上は答えられねえぞ。いや、なんとなく分かったそりゃよかったなと言うべき。なんかが入り込んできたんだ。そんじゃもういいな。うん。ああ。え？全部だ。今鳥肌立ったんだけど。何今の。ダメだ、絶対こいつヤバいやつだ。全部ちょっと話してて一番楽しかったかもしれん、こいつとは。さて、この後どうする。あ、なんかメイドがいる。ん、何の話してんの。待って、あ、なんかできてんの、新しいの。上か。あー、はいはい、これが主品室。ちょっと待って、時間が、あ、結構経ったな。一旦切るか。